下等すぐり概念をとことん楽しむソムリエたちの反応集。何やってんだお前。弱いやつはグレ方も選べない。なんかくさ、そうはならんやろ。誰、誰なの。怖いよ。お前さ、疲れてんだよ。戦え、戦え。何してるの。もういいだろボタン、そういう時期は誰にでもある。でもうちにはそういう時期なかったよ。お前にはもっとアレな時期があっただろ。ボタンのエッジの強いツッコミが飛んできそう。覚えたての言葉使ってみたいっぽいね、とか飛んできそう。あーやっぱポケモン面白いや。必死に悪ぶって可愛いね。どこの美容院でやってもらったんだよそれ。分からせる必要が出てきた。後ろ姿だけだと新キャラかなと思った。正面から見るとすごい変な頭だった。そりゃオガポンもチェンジするわ。だっさ、ハルトの手持ち行くわ。もっと頭ポニオにするとかさ。何このチェリンボみたいな髪型。だってチェリーだし。ブルーベリーってその髪型のことすか。アントシアニンたっぷりな髪型しとる。こんなフワライドみたいな髪型後でアネミアの時のあんたはあって黒歴史にされるやつだぞすぐり。キラフロルみたい。ステップフォルムすぐり。地獄の玉ねぎ。赤玉ねぎ。黒柳徹子。まんま黒すぐりの果実なのでこっちありきのデザインなんだろうけど。なんか絶妙に騎士感あるダサさだな。と思ったらあれだ、シャワーキャップだ。それがお前が丸落ちしてまで欲しかった力なのか。今まで見た闇落ちで一番好きかもしれない。待っててな、とか言った後の実態これかと思うとまあ変。おじいちゃんおばあちゃんもびっくりだよ。くくく、ひどい言われようだな。まあひどい姿だけど。これで口調もあんまり変わってなかったら笑う。お前もボスになったんだろう、この田舎の小島でよ。ハルト君をつけろよデコスケ野郎。すぐり、グレタ。不良っていうかラッパっぽい。バスケ漫画のカマセポジション。東京リベンジャーズとか好きそう。いねえよな、とか言いそう。インナーの頑張ってグレタ考えよう。髪まとめて着崩していい子なりにすごい頑張ってグレタ感。つぐりがおっさんがやりがちな侍ヘアデビューしてる。おばあちゃんみたいな髪型。中二って感じの服。田舎の厨房。本人的には強くなるために形から強者っぽいビジュアルに寄せてるんだろうけど、どう見てもヤンキーに憧れてる中学生。別に全校定ファンってわけじゃないけど、こじらせてグレタ挙げくださいイメチェンするのがすぐりらしいというか。コンビニ前にいそう。シーヤのドンキ。多分等身のせいだろうけど、柄悪い親に痛い服着せられてる子供みたいになってんな。せめてヘッドバンドとかつけててくれたら中学生のヤンキー感出るのに。普通は田舎者が都会に行って変わってしまっただろ。なんで逆に里帰りしたら老変するんだお前は。元とかでできた。イメチェンするにももっとこうあるだろ。グレタ姿をいい感じにすると余計にクルーユーザーが出るかもしれないから、ちょっと冷める感じにしたのかもしれない。グレてる状態をかっこよくしちゃダメだろっていうゲーフリのお達しだ。ふざける余裕がありそうで安心した。何その方誘ってんの。スター団に足りなかったもの。ボタちゃん、不良っていうのはこうやるんだぜ。すぐりだけ弾けててずるい。こっちだって寝る気みたいな髪型で対抗したい。半分ゲイキスっぽい髪型だ。若気の至り。一種で著名な犯罪者真似たんだとしたら話が変わるぞ。画家俺だけがオーガポンを使えればいいのです。アローラ適性めちゃくちゃあるなこいつ。グズマさんちょっと来てくれねえか、期待の新人だ。ミツルみたいな感じかと思ったらストレートに不良化するのか。ダハセよとか言いそうな髪型してんな。アルシンといい敵をダサい髪型にするノルマでもあるのか。アルシンはあれをマジで素晴らしい髪型と信じてるのが怖い。アルシンはマジでヤバい。あの髪型を真似しようと思える主人公が一番ヤバい。こんななりだが現状最強の NPC なのもヤバい。現代の悪役でも丸々団規模でやってるような大異変を一人で起こしてるのはすごいとは思う。倒した、笑いながら崖から飛び降りるのか。普通に帰っていった。バトルで負けたり伝説ポケモンがいなくなったら負けを認める奴らが多い中で、全く諦めてない反骨心だけは本当にかっこいいと思える。お姉ちゃんこれ初見で絶対大笑いしたでしょ。さすがに明らかに様子おかしいからドン引きしてほしいよ。まあ思春期だよね、一言で言うなら。こんなんでも喧嘩したら普通にお姉ちゃんに負けそうなところは好き。
もっとさ、爽やかな青春を送ろうよ。でもこういうグレ方学生じゃないとできないぜ。後編でこじらせついでに髪上げるだろこいつとは思ってた。せいぜい前髪上げるくらいだと思ってた。スーパーサイヤ人みたいなのでよかったじゃん。なんで玉ねぎなの。なんで髪まとめちゃったの。せめてオールバックじゃないの。他の闇落ちオールバックキャラに謝ってほしいだ。ささリーゼントっぽくしようとして失敗してるのがらしいというか、毎朝ワックス使ってセットしてるのかと思うと面白いな。インナーカラーをオールバックで全面に出して髪色変えたように見せるキャラ初めて見た。そうか、裏返すと紫になるんだな。お前の髪、お前のひどいでみたいな配色だったのか。となると声優も髪の毛上げたら真っ赤になるのか。すげえ兄弟だな。これ髪留め外せばすぐ元に戻るから、かなりコンパクトな闇落ちになってるな。気合い入れて見た目もろもろ変わったけど、ガタイの程度は変わりないからか、迫力のある風貌ではない。もう一回ぶっ倒されたらまとめた髪ほどけて元に戻ってほしい。もしくは今回とも以前とも違う感じにもう一皮むけてほしい。下等すぐりやめろ。お互い似たような玉持ってるから。前から闇落ちプラス名前のせいで冗談で下等すぐり言われてたけど、マジになるとはな。乙骨ハルト、東堂葵とか言われ出してるのほんと大草原だわ。いや、ハルト。キッチショ、なんで勝てないんだよ。環境についていけない猿が。ポニーを持ってるから女たらしめまでハマるのがずるい。君はハルトだからポケモンマスターなのか、ポケモンマスターだからハルトなのか。みんなは知らない。モンスターボールの味、金属と木の実を混ぜたような。捕まえる、育てる、その繰り返し。誰も知らない6部位の味。じゃあ王たちを手持ちから外せばいいじゃないですか。スグリ君、それはアリだ。近年急激に上がっていく野生のポケモンのレベル、その得意点の源は、お前か、ハルト。青の住みか。今でも青が住んでいる。私に従え、トモッコども。お前と会ってから俺は心の底から笑えなかった。来たる12月14日、日没と同時に我々は百鬼夜行を行う。各地2000のトモッコを放つ。死力を尽くして止めに来たまえ。思う存分、バトルし合おうじゃないか。いけねも、楽しんで来い。つまりテラパゴスがメロンパン枠。いや、姉ちゃん。頭パカって割れて中からピーチ丼出てくるやつじゃん。ハイドロボンブや五条の天敵パルキア説といい呪術ともよくごっつんこするね。闇落ちの仕方も割と下等にあるのも悪い。闇落ち前髪名前一文字違いポケモンと多少は狙ってたりするんだろうか。まあ北上の里の舞台である岩手県には下等という地名があるから、いや交通事故すぎるだろ。そんなことあるかよ。いつまで言いようにされてんだ、すぐり。過去作でグレたキャラって誰かいたっけ。やるんですよ大王道、願い星を掘り出すんです。そいつはピンク落ちだろ。ピンクは暴走した後ピンク落ちというわけわからんパターン辿ってるからな。キービジュだと割とかっこいいので 3D が芋さましましにしてる。正直イラストのかっこよさとだいぶ CG モデルのクオリティに差があるように見えるぜ。前回の最後に暗い笑い方してたもんだからどう化けたかと思ったけど、公開されたビジュアルのどこ見ても心に余裕のない顔してる。姉の方が見た目は悪の組織みたいな感じなのにな。あの子を助けて、みたいな表情だけどこの状態に至るようになった何割かあんたのせいじゃねえかなとは思うわね。何度見てもヒロインずらしてる姉ちゃんに笑うんだよ。メモはライバルでボタンは犯罪者だからやっぱりゼイユがヒロインだったかもしれねえ。悲壮感とかない闇落ちで本当によかった。すぐいは俺のこと許してないかもしれないけど、俺も花田イコヌロゾで全滅させられたこと許してないよ。でもな、主人公は着崩すことすらできないファッション雑魚だしな。制服着崩した一点で間違いなくお前は俺を超えたよ。ブライア先生の駒になるけど土壇場で出し抜いてほしい。ブライア先生が思いっきり悪い顔してるので弟は敵としても前座だろうな。ブライア先生の悪そうな顔も校長のせいでどっちに転ぶかわかんないよ。ブライア先生はあからさますぎてボスではないだろうな。スカバイは真実に至らせないカバーストーリーみたいなのしっかりしてる。ナチュラルにブライア先生と戦う前提で草。スカバイブックに執着、テラスタル輸出願望、引率する気なくひたすら調査、あれで善良ならうかっつも成人だよ。宝探しで薬剤の食いぶっこ抜く主人公はブライア先生と一緒に好き放題する方がお似合いということか。タロに洗脳された姿かこれ。タロが普通にミスリード要因で終わりそうなんだけど。マスナンのミスリードなんだよ。ミスリードしたことあった？
一体何が見えてるんだお前には。タロって黒幕で毒使いで毒の鎖も持っててピーチ丼出してきてチンチンもついてるんだろ。タロタロタロ、本当にスグリ君はよく働いてくれましたろ。これが裏祭りってやつなの。まだ可愛かったあの頃。ミラコラメにした後とか思想はすでにちょっとヤバかった。腹太鼓決めてくる凶暴性は伏線だったの。この髪色自体がリバーシブルするための伏線だったとは思わんかった。冷静に考えろ、元の髪型もだいぶ面白い部類だろ。スグはなんかライターからも歪んだ愛情を一瞬に受けてるし、良くも悪くも丁寧に描写しそう。結局のところ関わったキャラ全員少しずつ悪いところあったから、スグリだけババ引いて救われない終わり方とかはしないでほしい。優しいけどめんどくせえやつだったので順当にこじれた。青春ぶっ倒しても今さらポニオはなびかないだろうし、どうしたいんだ。もうポニオより主人公に執着してるし、倒した後のことなんて考えてないと思う。スグリも試行錯誤してるんだ。ここから洗練されていくから。初めてできて憧れもある主人公と姉の二人に嘘つかれて鬼とまともに会話できなかったからな、スグリ。主人公に対して憎しみはあるんだろうか、単純に強ければこうはならなかったみたいな感じの闇落ちと思うが。主人公に対しても憎悪というか歪んだ執着みたいな感じじゃない？自分は弱すぎて何も手に入らなかったけど、主人公みたいに強くなれば全てが手に入るんだって感じだし。よかった俺のこと忘れて学園生活満喫しているとかじゃなさそうで、待っててな。って言われたから3ヶ月待ったのに、久々に会ったらブルガクで仲間たちと仲良くエンジョイしてたりしたら俺は闇落ちしてた。わぁ、久しぶりだなぁ、ハル、ハロ、林間学校の、お小遣いでリンゴ飴買ってくれたスグリくん帰ってきて。ただのグレた子にボスやられても困るし、こんなダサいまんまでも困るから早めに元に戻ってもらわないと。隣歩いて欲しくないだ、笹だから早く戻れ。この髪型でまた土下座されたら耐えられないかもしれない。参ったことにスグリ以外対してインパクトのある新情報が特になかったから困る。楽しみだなって要素はあるんだけど、ショックだったのが俺の友達3人は来ないんだろうな。ってとこ。エリアゼロ洋服っぽいからそこにはついてきて欲しかったんだけどね。どんな手持ちになってるのかはすげえ気になる。このグレ方ならスグリが出すと思う新しい進化にも少しだけ期待できる。ポケモン版デジモンカイザー未定になったな。オチも同じな気がする。問題児でお困りですか、ポケモンマスターズにお任せください。カシオは問題児収容施設。マシュマロにてリクエストありがとうございます。